かゼル王、強くなるために助言が欲しいんだが、相談に乗ってもらえるだろうか。是非もなし。弟弟子が助言を求めるのならば、兄弟子として答えてやるのが常だ。ありがとう、感謝する。単刀直入に聞かせてもらうが、ガゼル王はなぜ剣技だけであんなにも強いんだ？スキルや魔法が必要ないくらい強いだろう。何かと思えば全くつまらぬとよ。答え代わりに修行をつけてやろう。今から向かう場におる魔獣を剣のみで相手をしてみるがよい。断罪の時、この力試させてください。いかがでしょう。逃がしましょう。いかがですか。まだまだ。せい。こいつでどうだ。出番ですね。まだまだ。せい。承知しました。甘い。
めてやりますよ。閻魔明神山、今の俺には一目の隙もない。大したことなかったな。なんとか倒せたな。てか、俺ってやっぱりまだまだか。かの魔獣を切り伏せたのだ。そう卑下することはあるまい。それにお前のことだ。自身が発した問いの答え見えたのではないか。ああ、見えたっていうか思い出したってのが正しい気がする。であるか。それでこそ我が弟弟子よ。私のドラゴンナックルがちょっとだけ改良されたのだ。おお、よかったじゃないか。すまん、正直俺には違いがわからん。ふふふ、案外見る目がないのだな。仕方がない、その違いを対戦することで分からせてやるのだ。え、魔獣退治とかじゃなくて直接戦うのか。まあでも改良点はちょっと気になるな。さあ行くぞ。戦いが終わるまでに武器のどこが変わったのか答えを見つけるのだ。これが少しは強そうだな。私の力をお見せいたします。スキル発動っと。これは使える。やるな、やるな。行くぞ。こんなのもあるぞ。任せておくのだ。こいつでどうだ。出番ですね。やるな、やるな。甘い。任せておくのだ。マジか。仇は必ず。承知しました。やるな、やるな、やるな。甘い。魔王の力見せてやる。打ちかましてやるのだ。ドラゴンバンタ。どうだ、すごいだろ。やりますよ。
閻魔明神山。今の俺には一分の隙もない。私が負けたのか。皆様お疲れ様でした。わかったのか。わからないならば特別に教えてやってもよいぞ。くぅ、正直悔しいけど降参だ。ミリム、一体どこが変わったんだ。正解は装着した時の肌触りが良くなったのだ。違和感がなくなって素晴らしい仕上がりなのだぞ。そうだったのか。で、見えないところならわかるわけねえだろ。リムルにはいつも世話になっているからな。たまには私から感謝を伝えてやろう。というわけで、これを受け取るがいい。おう、ありがとな。けど、そういう時はもうちょっと渡し方も考えた方がいいぞ。先日の森を切り開いて道路を整備するというお話ですが、その後どのようになっていますでしょうか。ああ、それなら下調べを部下にしてもらったんだけど、まだ計画段階でね。この地図にどう道を通すか案を書いてもらったから、俺が視察に行く予定だ。地図を拝見させていただきます。様ご本人が視察に行くのならばお願いがございます。地図に記されたルート上のこの場所をよく確認いただけませんか。ここには必ずリムル様にご満足いただけるものがあります。どうか足を運んでくださいませ。行ってきたよ。言われた場所をよく確かめてみて言いたいことが分かったよ。パッと見だと分からないけど、よく見ると美味しそうな食材がたくさんなってた。これぞ森の恵みというのかな。はい、おっしゃる通り森の恵みです。森に住まう者たちはその恵みを糧に命を育んできたんです。向かっていただいた場所はその最たる場所でして、その差し出がましいお願いとは存じますが。うん、道路整備の件だよな。ありがとうトライアさん。森の大切な場所を壊すような真似はしないと約束するよ。頑張ってるらしいな。その通りでありますが、まだまだであります。槍は我が輩を認めてくれませぬゆえ。告、個体名ガビルの基礎能力値の上昇を確認しました。さらなる上昇のため戦闘対象のランクアップを推奨します。お、それはいい知らせだな。ガビル、実戦は何よりの稽古だ。魔獣討伐に行くぞ。
断罪の時。よし、やるか。逃がしはしない。いかがですか。こいつでどうだ。出番ですね。まだまだ。せい。このまま攻めましょう。頼もしいな。決めてやりますか。閻魔明神山。今の俺には一分の隙もない。いかがでしょう。いかがでしょう。お任せください。甘い。この子の性能を見せてあげる。リミットブレイク。嘘でしょ。きっと何かの間違いよ。対応策は行くぞ。大したことなかったな。ガビルもすごく頑張ってくれたけど、槍の力は戻らないままか。つまりはまだまだ稽古が足らぬということ。必ずや認めさせてみせる。うんうん、その息だぞ。とは言ったものの、ガビルの頑張りを見てるとすでに十分な気もするんだよな。
な。ガゼル王に献上する剣の支度ができたぜ。おお、ついにできたのか。ちっと苦戦しちまったけどな。それで性能を試してんだが、使ってみてくれるか。ああ、もちろんだ。参りましょう。よし、やるか。いかがでしょう。お任せください。攻め時です。こいつでどうだ。承知しました。いや、甘い。承知しました。いや、まだまだ。せい。いかがでしょう。この子の性能を見せてあげる。リミットブレイク。嘘でしょ。きっと何かの間違い。決めてやりますよ。閻魔明神山。今の俺には一目の隙もない。甘い。行きません。
したことなかったな。旦那、剣を使ってみてどうだった？忌憚のない意見を言ってくれ。試作品とはいえ軽くて使いやすい。どの店に置いても恥ずかしくない素晴らしい剣だぞ。ただガゼル王に長く使ってもらおうと考えると耐久面で不安があるかもな。実際に手合わせした旦那がそう言うなら間違いねえな。旦那、ありがとな。すぐに次の試作に取り掛かるよ。もちろん旦那の助言を生かしてな。申し訳ありません。私としたことが何という失態を。せっかくリムル様を称える像や石碑を作るというのに、それを展示する場所を作ることを失念しておりました。展示する場所ってまさか広場でも作ろうって考えてるのか？だったらさすがにやりすぎじゃ。そうは参りません。リムル様の像や石碑にふさわしい広場を作らなければ。そのためにお力をお貸しいただきたく、何卒広場を作るための資材や。そこまで頭を下げられたら断りづらいけど。リグルド、資材はこれくらいで大丈夫そうか？はい、これで全ての準備が整いました。あとは手分けして制作、建築作業に入るだけです。そうか。流されてきた俺も悪いけど、本当に像とか広場とか出来上がっちゃうのか？